始めさせていただきます。はい、今日はですね、ファミリーについてちょっとじっくりと3回に分けてお話ししたいと思っております。で、今回作成するものはドアのファミリーなんですけども、できるだけサステナブルにいろいろとこう入れ替えが、部品の入れ替えができるようにということで、枠を作って、そこにパネルをネストすると。で、ハンドルはパネルにネストしておく。で、例えば、あと靴ずりとかですね、いろいろなその建具の部品を、部品ごとにファミリーを作って、最終的にいろいろ組み合わせて、この完成形の扉を作ろうというのが目的です。で、こうすることによりまして、まあ、多種多様な枠を効率的に、建具を効率的にできるであろうと。で、維持も楽だろうということで、こういうやり方をご紹介したいと思います。はい。で、今日はですね、この枠および壁の開口、ここのところをですね、じっくりとやっていきたいと思います。はい。それでは、早速いきたいと思うんですけど、まずじゃあ、ファミリーのテンプレートを選ばなきゃいけませんねということになるんですけれども、ファミリーですね。あ、今、2022を使っておりますけども、基本的には22であっても、19であっても、18であっても同じです。はい。で、これ、新規作成で、テンプレートがいっぱい出てくるんですけれども、この中の、もうこれが一番スタンダードですので、ドア、メートル単位、こちらを使用していきたいと思います。テンプレート、たくさんあって、一体どれを選べばいいのって思われることもあるかもしれませんけども、ドアと窓に関してはですね、最初からドア窓用のテンプレートが用意されておりますが、他にも、まあ、いろいろカテゴリーあるんですけども、基本的にはここの一般モデルから派生したものがほとんどであるというふうに考えていただいて結構です。はい。ではですね、早速ですね、パラメーターをつけていきたいと思うんですけれども、ドア始めますね。はい。まずちょっと準備をしたいと思うんですね。で、準備なんですけれども、準備として最初にですね、これ、ちょっと、なんとか、余計なものがいろいろあるので、一旦このフォームをですね、選択して削除します。使えませんので、削除してしまっていいです。はい。それから、プロパティのファミリータイプを選択してですね、このその他にある、こういう言い方されても何のこっちゃよくわからないので、これも削除してしまってください。いらないと思います。削除します。で、まあ、パラメーターはこう選択すると、この削除ボタンが選べないものもたくさんあります。これはシステムで規定されているシステムパラメーターですので、削除することはできません。これはそのまま使いたいと思います。OK しますと。で、次にですね、リツメンズのビューに行きますと、まあ、外部ですね、ここにですね、開き勝手の線が出てるので、これもちょっと今日は使いませんので、これも削除してしまいます。選択してデリートです。で、ここに残った寸法は削除することはできませんけども、特段悪さするわけではないので、これはこのまま放置しておいていただいて結構です。で、次にですね、管理のオブジェクトスタイルに行きますと、これもですね、サブカテゴリというものがカテゴリのドアの下にいろいろあるんですけども、選択すると削除できるものと、できるものとできないものっていうのがあります。できないものはシステムで規定されておりますので、これはもう放っといていただければいいんですけども、まあ、こういう削除可能なものはとりあえず削除しておいていいと思います。で、これで OK にします。で、ここまでが準備編ということで、これでまあドアをこれから作っていこうということなんですけれども、ちょっとですね、どんなドアを作ろうかなと思ったんですけれども、一応こういうドアを作ろうと考えております。壁がありますと。で、壁があるところにドアを作成するんですけれども、まず枠ですね。枠をこう置くんですね。で、まあ、こんなのを作ろうというふうに考えてます。で、最近、まあ、というか、まあ、レビットでモデル作っていって、ちょっと詳細度が増してくると、RC の壁の内側に LGS の壁を別途貼り付けたいなんていうですね、そういう需要も出てまいります。そんな時に壁をこうピタッとこうくっつけるんですけれども、こんな風になってしまうと、少し不便ですので、ちゃんとですね、インスタンスパラメーターとして、このように枠が、オフセット、枠の基準点、オフセットできるように。で、こうしておけば、結合を、壁を結合しさえすれば、開口が開きますので、この上、こっち外側、こっち内側なんですけど、この外側、内側に、枠を、このようにですね、枠の基準線を
動かせるようにということで、こういう設定をしていきたいと思います。はい、そのためにはですね、とりあえず、このテンプレートの、外側に外部っていう参照面と、こちらにもですね、内部、内壁っていう参照面が、ここに00でちゃんとロックされています。参照面が、壁の面にロックされていますので、これを使って、いきたいと思います。まずですね、作成から参照面とやりまして、こちらの選択で、まあ、そうですね、まあ、仮に60ミリぐらいとしておきましょう。これも仮の寸法ですけど、こういうふうに参照面を引きます。参照面をたくさん引いていくっていうと、何がどの参照面だかよく分かんないねっていう状態が起きますので、いくつかの方法を使って、ちょっと参照面の分類をしておきたいと思います。もう一度管理のですね、オブジェクトスタイルを選択し、注釈オブジェクトの参照面、これサブカテゴリが作成できますので、ここでですね、名前は本当に適当で分かればいいという感じの名前でいいんですけれども、例えば仕上げ面みたいな、仕上げっていうような、まあ、仕上げにしておきましょう。仕上げっていうのを作って、色も分かりやすく赤色に変えて実践にしておくっていうふうにします。そうすると、これとこれは仕上げですよっていうふうにすると。で、他にもですね、参照面を選んで、名前の方にですね、名前に外、仕上げ外とかですね、仕上げ内とか、こういう名前をつけておけば、これって一体何の参照面だったかなっていうことと、区別がつけれるようになるので、この2つの方法を使って、できるだけ参照面の判別がしやすいようにしておいてください。はい、次はですね、寸法を作成します。平行寸法です。寸法を作成するんですが、この外面の線と、ここにある参照面ですね。この外部っていう参照面に対して、必ず参照面に対して寸法を打ってください。こちらもいろいろあるんですけども、壁面とかではなくって、参照面ですね。マウスオーバーすると内壁って出てくる。必ずこういうですね、参照面同士に寸法を打つようにしてください。で、そうして、選択して、ラベルのところからパラメータ作成ということで、パラメータを作成していきます。名前は一応オフセットっていう名前にします。オフセット。オフセット、外っていう名前を作って、ここでタイプパラメータかインスタンスパラメータかを選択します。タイプパラメータにするべきか、インスタンスパラメータにするべきかなんですけれども、インスタンスごとに取り付く壁の厚みというのは変わってくる可能性があると思いますので、こちらはタイプではなくて、インスタンスを使用したいと思います。こうやって、オフセット外 OK っていうふうにするといいです。で、こちらも、もう一度。1。で、これでインスタンスに指定します。パラメーターグループというのは、この、その他とか文字とかなって、このグレーの帯のことなので、これは適切なところを選んで、どこでも構いません。どこを選んでも振る舞いには全く関係ありませんので、どこか分かりやすい、自分がここがいいなと思うところを見つけて、グループを設置指定してください。ツールチップはですね、ここに何か文字を入れておけば、マウスオーバーしたときに、こういうパラメータの、ここをマウスオーバーしたときにですね、この文字が表示されます。できればですね、ここには文字を入れるようにしてください。何のためのものなのか、誰が入力したのかとか、そういったことでも結構ですので、ツールチップにはできるだけ情報を入力するようにしておいてください。で、OK します。はい。で、こんな状態で、まず外側の準備はできたということになります。次はですね、枠のパラメータを作成したいと思います。どんな枠を作るか、もう一度ですね、このプロジェクトの方で見ていただきたいと思うんですけど、こんな枠ですね、ちょっと 3D で見てみます。3D で見るとこんな風になってまして、ギュッとこう分けてみますね。一応ちょっと内側の壁を削除します。で、このインスタンスでオフセット、内とか外とかをですね、コントロールできるっていう風にしますし、あとこの見つけとかですね、このパネルの幅とか、この戸当たりの奥行きとか、こういったところをですね、数値でコントロールできるように、パラメーターをどんどんつけていきたいと思います。こんな感じですね。パネルの厚さとか、戸当たりの見つけとか、こういった情報を、こういったパラメーターでコントロールできる。例えば、
の枠の見つけ、今25ですけど、あの15ミリにしたいというふうにこう入れると、ちゃんとここでキュッとこう15ミリに縮んでくれると、まあ、こういったですね、あのパラメタライズされた寸法を持ったものを作っていきたいと思います。はい、ではあのもう一度この基準レベルに移って、ここにあのパラメータを作成していくんですけども、これもですね、一応あの参照面を作成します。あのどうして参照面を作るのかっていうことなんですけど、実はあのこの寸法を打つときは、さっき見ていただいた手順通り寸法を作成して、そこにあのラベルをつければいいんですけど、この時実際にですね、このようにフォームの参照面ではなくて、壁そのものとかこういったところにもロックすることは、あの計測値として寸法を打つことができるんですけども、これあの割とですね、あの動きが不安定になりやすいんです。あんまりおすすめしません。多分あのこういう寸法を打ってパラメータがすると、レビットの方も本当にいいのみたいな、あのそういう問い合わせが来ると思うので、パラメーターとして移動させたい、寸法を変えたいと思うものには必ず参照面です。もう固定でいいっていう時はもうあの参照面はいらないんですけれども、動かしたいと、ね、数値を入力して動かしたい時は必ずあの参照面同士に線をあの寸法を引くようにしてください。でサブカテゴリーとして一度ですね、ここにあの枠っていうサブカテゴリーをちょっと参照面につけておきましょう。で枠のこれ、そうですね、何色でもいいんですけど、青色分かりにくいの、じゃあ緑色で、これで破線かなんか割り当てておきますね。でこれで OK にします。はい、それではあのこちらに寸法をこう作成していきます。でまずあの塔あたりの見つけということで、こうやってですね、ここを選んで、こういうふうにこちらにですね、クリックして塔あたり、あ、枠見つけとか塔あたり見つけとかとか、こうやっていけばいいんです。今度はタイプパラメータです。次はあの前はさっきタイプとインスタンスはどうするのっていう話したんですけども、このファミリーパラメータと共有パラメータ、これの違いについてちょっと説明しておきたいと思います。あのファミリーパラメーターとですね、パラメーターはですね、実はいくつか種類があります。システムパラメーターと共有パラメーターとファミリーパラメーターと3つあります。あのシステムパラメーターは、まあ、あの最初にあの説明しましたように、もう削除することができない、もうシステムで絶対的に決まっているものなんですね。これは手の出しようがないんですね。一般的にあの我々があのできるのはこの共有パラメーターとファミリーパラメーターのこの2つなんですね。でこれとこれ、あ、多分あのこの辺にちょっとこう境があるんですよ。でこちら側ですね、こちら側っていうのはタグ集計表で表示することができるんです。これはあの集計表とかタグで表示することができるんですけども、ファミリーパラメーターはそういうことができないです。もうタグとか集計表に表示する必要があるようなパラメーターは必ず共有パラメーターにする必要があります。なぜあのシステムパラメーターはもうユーザーは手は出しようがないので、ちょっと自分が作ったものをシステムパラメーターにしたりとかそういうことできないので、あのこれあんまり考えなくていいです。共有パラメーターにするかどうかっていうのはもうここで判断してください。タグ集計表で表示する必要があるかどうか、例えば縦具表を作るときにこの寸法は必要なので必ず入れたいんですよっていうような話がありましたら、あの共有パラメーターを作成する必要があります。じゃあ共有パラメーターってどうやって作るんだっていうような話なんですけれども、ちょっと一緒に作ってみたいと思うんですけれども、あのこれ共有パラメーターで選択ってやって、こんなものが出てきますよね。でここであの編集ってやればいいんですけど、こうではなくてですね、これちょっと1回、終了しまして、ここでですね、管理の、そうですね、このこうです、共有パラメーター、これを使いまして、ここであの作っていきます。作成ボタンを押します。で実はこれはですね、どこに保存していただいても構わないんですよ。あの分かりさえすればどこでもいいんです。だからマイドキュメントかなんかで結構ですが、まあ、ちょっとデスクトップに置いてみますね。でここにあのマイパラメーターとか適当な名前も適当で結構です。もう全然 OK です。あのこれで保存ってやればいいです。ちょっと空っぽの、 あの共有パラメーターファイルっていうのができます。
で、ここにまずグループを作って、ここにあのサンプルってこう適当に作ります。で、さっきのですね、戸当たり見つけとかあの枠をあの入れたいと思ったら、まずグループ作って、そのグループ内に戸当たり見つけってつけます。まあ、こんな感じですね。で、注意することは、あのこのここですね、どれを選ぶんだと、長さなのか、レビットはですね、単位を持ったあの数値っていう状態になってます。オートキャドとか単位ないんですよね。オートキャドって全く単位なくって、単純に1オートキャド単位っていうのがあるだけなんですけれども、あのレビットはすべてあの単位が入ってますので、必ずの単位を指定します。まあ、一般的には長さだと思うんですけど、長さの単位を指定します。でツールチップですね、ここにも必ず入れるようにして、特に共有パラメーターについてはツールチップ入れた方がいいと思います。あのご自身の会社の名前であったり、あの誰が作ったのか、何のための共有パラメーターなのかっていうことが分かるように、こちらにちゃんとあの名前を入れる、情報を入れるようにしてください。でこれで OK します。でこれでもう使えるようになったんですよ。ちょっとこれやってみましょうね。これでパラメーターってやって、ここで共有選んで選択して、ほら出てきますね。これで OK ってやります。そうすると使うことができます。ここの画面ではツールチップの編集はできません。先ほどの共有パラメータの方なので、共有パラメータの方でツールチップの編集します。できるのはこの寸法とかのグループの変更だけ。で、パラメータタイプも変更はできないです。インスタンス化タイプはもちろんできるんですけども、このようにして作ります。で、このあの共有パラメータファイルなんですけど、最初ちょっと間違えるのがですね、なんかプロジェクトとかファミリーと必ず一緒になきゃいけないのみたいな、ことを最初ちょっと思っちゃうんですけれども、実は全くそういう必要がなくてですね、こう一回読み込んでしまうとファミリーの中に全くあの情報が読み込まれちゃうんですね。ちょっとですね、作ったのどんなファイルなのかやってみたいと思うんです。こういうファイルができてるんです。これはあのタブクリーのテキストになってまして、ここにあの GUID っていうですね、グローバルユニーク ID っていうのが入ってます。パラメータの本名はこちらです。これはあの仮の名前です。あの人間が読みやすいように名前つけてるだけなんですね。だからこっちが本当の名前なんですね。ですからあの違う人が違うファイルに戸当たり見つけっていう、同じようにあのいろんな人がやっちゃうと、戸当たり見つけっていう名前のついたパラメータがいっぱいできちゃうっていうことになります。あの時々のプロジェクトファイルの中で集計表を作ると同じパラメータ名が2つ並んでるなんてことがあるんですけれども、あのそういうのはこのグローバルユニーク ID が違う共有パラメータが複数、同じ名前の共有パラメータが複数入ってるっていうことが考えられます。ここでレビットは判断してますので、あのこのこれがもうあのちょっともうプロジェクトとかファミリーの中に抱え込まれちゃうので、実はこのファイルは正直言ってもここで削除していただいても、極端なことを言うと別に削除していただいても構わないです。一回ファミリーに読み込んじゃう。でもそうすると再利用ができないので、普通はまあ削除はしないんですけれども、あのなくてもプロジェクトと一緒に動かすとかファミリーと一緒に移動するとか、そういうことはもう全く何もしなくていいということになります。で、これですね、この調子でパラメータつけてると大変時間がかかっちゃいますので、こんな感じであの全部つけていけばいいんですけれども、あのここでですね、ちょっとズルしまして、もうすでにパラメータつけたやつがありますので、そちらの方を開かせていただきたいと思います。で、ちょっとこの人見えないですね、これだ、はい、あ、こういうふうに出来上がりました。今回はですね、すべて全部ファミリーパラメータで作っております。集計表に出す必要も特にないだろうなと思うので、このように作りましたということですね。はい。で、枠のパラメータができたんですけど、いくつかちょっと注意することがありましてですね、ここにですね、ロックってこう出てきますよね。それとこちらにもロックって列があります。このロックっていうのがあるのは、これ何の働きがあるのかということなんですけども、ロックをしようがしまいが、基本的にパラメーターとしての働きは一緒です。関係ないっちゃ関係ないです。ただしですね、これの
いいところというのはですね、もう絶対に数値以外ではいじりませんよということを意思表示するためで、ここで基本的によく分かんなかったらロックしといていただいて結構です。ここでロックするっていうことと、これ選択してここにこう鍵がマークついてるっていうことは全く同じ意味ですので、全部ロックしていただいて一向に構いません。数値でしか動かしませんという宣言なので、まあ、これは25ミリにしますよって言ったら、25ミリにこうなるので、時々こういうパラメータをつけまくると、他の影響によってちょっとこちらのサイズが変わるとか、そういうことが起こって、そういうのを許容してしまうということになりますので、ロックしとけば、もう必ず数値で動かしますということになりますから、まあ、基本ロックするんだって思っておいていただいて結構だと思います。はい。次はですね、ここ終わりましたので、パラメータの修正で、開口部をですね、ちょっと作っていきたいと思います。はい、開口なんですけれども、これ何の開口かというと、ドアを取り付けるんだから、壁に開口するわけですね。ここに開口っていうですね、これ 3D で見ると、こんなになってて、最初からここにですね、開口っていう、開口部断面っていう、このような要素が組み込まれております。ドアは壁に取り付くっていう前提なので、まあ、開口っていうのができます。開口しないなんてことが万が一ドアにありましたら、これは選んで削除しといていただければ開口することはありません。これ削除ってやれば開口しないドアという、なんかまああんまりありえないでしょうけど、そういうことができます。で、これはですね、レビットの壁に、この壁に穴を開ける方法は2つあります。この開口という単純にスポーンとまっすぐ抜くタイプですね。このスポーンってこういうふうにこう、ヒューってまっすぐ抜いちゃうタイプ。これが開口ですね。今見えてるこれです。こうスポーンと抜いちゃうのが開口で、このちょっとですね、例えばこんなふうに壁を切り欠きたいっていう、少しちょっとでもこのように複雑化しますと、もうこの開口っていうのは使えないんですね。ここにはですね、ボイドという、要素を置いて壁を切り欠くという行為が必要になるんですけれども、それは後ほどですね、ボイドの方は後ほど使い方について説明をしたいと思います。これ2つボイドがこう入ってるんですけど、こっち側とこっち側と2つボイドが入るっていうタイプになるんですけれども、ただちょっと注意しなきゃいけないのは、開口とボイドは共存できないんですよね。開口で壁を抜いてボイドを追加するみたいなことはできなくて、必ず開口、ボイドを使う場合はもう開口は削除するっていうふうに考えてください。壁に対してですよ。壁に対しての開口をボイドと開口で両方行うということはできないということです。決して共存できないっていうのはわけではなくて、壁を開口する方法を開口とボイド両方は使えないっていうことです。はい、ではですね、ちょっとこの開口を整理していきたいと思います。この開口ですね、出来上がりとしては、目指す出来上がりとしては、枠の外側をスポット抜きたいので、今ですね、有効開口のこちらが、ここに開口部ができてるんですね。ちょっと開口外側に向けたいと思います。では、やっていきます。こちらですね。選びまして、これ、スケッチ編集ってあります。そうすると、こう、スケッチのラインが出てきますので、これは外部でも内部でもいいので、こんな状態にします。ちょっと分かりにくいんですけれども、こういう感じで位置合わせを使ってですね、こいつに位置合わせってやって、で、これ、こういうエラーが出てくるんですけれども、これはもともとここにロックされていました。もともとここにロックされていたんだけれども、拘束が外れちゃうよって言ってるので、これはもう元の位置との拘束は削除すればいいです。そして、このマークが出てくるので、これで必ずロックしてください。で、もう一度、こっちでですね、プチッってやると、拘束削除して、ロックっていうふうにやります。で、これで、OK ってやればいいです。ちょっと上にですね、三正面引くのを忘れておりました。上に三正面引くのを忘れてたんで、ちょっと今やります。サブカテゴリー枠でこう、2つ線引いといて、寸法を使って、こことここ、これについては、これは、戸あたり見つけですよ。ここ戸あたりがクラスと。で、こっちですね。
こっちは枠の、枠の見つけです。枠見つけ、25ミリっていう感じで作っておいて、もう一度選んでスケッチ編集で、これ位置合わせでここに合わせます。外れて怒られますが、削除してここと。このロックなんですけれども、これあのロックしとかないと、あの三正面と一緒に動かない場合があります。別にこれロックいらない場合も結構あるんですけれども、あのこれをやった方が確実にあの自分の希望通りの三正面にロックできます。これなんでですね、これあの別にロックしなくても動くんだと。これ多分ですね、ちゃんと2100ってやっても、ちゃんとこう動くんですよ。じゃあロックって何のためにやってんだっていうことになりますよね。ロックって何のためにやってんのっていうことなんですけど、実はあのロックをレビットは裏で自動で、あんたこうしたいはずですよねみたいな感じでロック勝手にしてくれるんですね。で勝手にしてくれるので、その勝手にした根拠は何よって話になるんですけど、これはあのこの表示グラフィックスの中に注釈カテゴリーにこれですね、自動スケッチ寸法。この自動スケッチ寸法にチェック入れると、このどういうふうにロックしてるかっていうのがこう分かるんですね。ほら、ゼロって出ますよね。さっきここあのロック解除しましたから、ロック解除したんだけど、ここにあのなんか小人さんみたいな人が隠れてて、ここにあの勝手にロックをかけてくれるんですね。あのゼロミリロックっていうんですけども、高速って基本的に寸法なんです。高速は基本的にレビット寸法で行ってて、あの裏側で見えない寸法がいっぱい出来上がるんですね。なんか高速解除された時に寸法のこれがおかしいんですけどみたいなエラーが出てきて、一生懸命探してもどこにもないみたいなことがあるんですけど、それはあのこのようにですね、裏側に自動的にやってくれてるんです。でこれあの自分でロックをかけたら、これでここにロックしろってこうピシッとやって、自分でロックってやると消えてなくなるんです。もう俺の役目は終わったなってことですよね。ですからあの自動スケッチ寸法はなんかいつの間にやらやってくれてるんですけれども、あの時々大概 OK なんですけども、時々そうじゃないんだよねみたいなところにロックしちゃうんですよ。だからあの基本的には自主的にここでロックしろっていうふうにロックした方が全然いいです。で枠をですね、作るときもそういうことは言えるんですけれども、これからあのスイープを使って枠を作っていきます。あのレビット のモデル、枠のモデルを作る、枠の、あ、枠じゃない、あのフォームの、フォームっていうのはすごい単純なんです。この作成のフォームってこんだけじゃないんです。ボイドも同じなんですよ。こんだけしかないんですよ。ですから あんまり複雑なですね、3次元曲面みたいなやつは作れません。基本的にはこれだけです。でも身の回りの建築資材ってこれでほとんど出来上がってますので、よっぽど複雑なものじゃない限りはこれでできると思います。これで逆にはこれでできないようなものはどうやって作るのか、設計する人が責任を持ってこう作れって言わなきゃいけないんですよね。だから単純なものしかないので、皆さんもファミリー作るのはとても簡単です。では、どうやって枠作るかやってみたいと思います。スイープ使います。それでパススケッチっていうのがあります。でここでセットを必ず指定するんですけど、ここで何セットしてるのかって言ったら、このスケッチラインをどこに書くのっていう意味なんです。いろいろまあ書いてるんですけども、基本的にはこの外部っていうのがいいと思います。ちょっとキャンセルしてですね、どこがスケッチラインが適当なのかっていうのをもう一度平面図で確認します。ここにですね、三正面があるんですけれども、ここに外部っていう三正面がありますね。三正面には名前をつけるとですね、作業面として使えるっていう性格があります。ここにスケッチをしていきたいと思います。どこでもいいっちゃどこでもいいんですけれども、基本的に外部がいいと思います。ではやっていきます。はい、作成でスイープでパススケッチでセットして外部だっていうことを分かった上 でここで線をロックしながら書いていきます。このなぞるやつでこのロックですね。この時にまあだんだんこう三正面がこうたくさんなってくるとよくわかんないので、こうやって名前をつけておくと、あ、こいつが目的だなっていうふうに分かってですね、非常にやりやすいです。ちょっと不等線にしときましょう。こんな感じで左ねっていうふうにやります。で、ここにロックつけたので、クリックした瞬間に三正面にロックされます。で、位置合わせを使って
このように切ります。で、あとですね、このレベルに対して位置合わせします。まあ、これ、また0って出てますが、いいですと。これも自動的に1000でロックされちゃってるんですね。1000ミリで。いや、1000ミリでロックしなくていいですと。まあ、こんな感じで、やってやると、このスイープラインっていうのが出来上がります。で、よく見ると、ここに赤いポチがあります。でこれ 3D で見るとこんな状態になってます。これ何かっていうと、これからですね、この線に沿って、この線に沿ってですね、引き伸ばす閉じた形状を作るんですけれども、それをスケッチする場所なんですね。これ、クリックして、この赤い点を持つとですね、ドラッグすると変更することができます。ちょっとやってみますね。これ選んでですね、ドラッグしてこっち、ドラッグしてこっちってやると、自分が一番スケッチを行いたいラインを、こうやって、ラインじゃない、面を変更することができます。今回はデフォルトのこちらでやってみたいと思います。で、次はですね、パスはもう OK だと。で、次はプロファイルですね。プロファイル編集したいんです。で、ここが作業面ですから、それに向かって整体しているビューに移動してください。と、こうなります。で、よく見ると、ここに赤い点があって、これが基準点だっていうことがわかります。さあ、ここでですね、枠をスケッチしますね。枠のラインですね、ロックしながら、これが外壁、で、それがこれが外部の塵、こう、こうですね。で、それでマウスオーバーすると、こんなのが次々出てくるので、ここと、ちょっと緑にしたのは良くなかったですね。緑にしたら、あんまり見えにく、ちょっと見えにくかったですね。失礼いたしました。こんな感じで、ロックして、こういうふうに、な形状の枠を作ります。で、ここで、これ、ここが重なってるからダメよって文句言ってきますけど、気にする必要はないです。いいですって感じで、このまま伸ばして続けていきます。で、こういう枠ができました。で、このようなですね、枠でもまあいいんですけれども、まあ、SD とスチールドアを作るということになると、やっぱりちょっと枠がこう回ってた方が、スチールの板がぐるっと回ってた方がらしく見えますので、この度はですね、少しちょっとそういう作り方にしてみたいと思います。で、これ2ミリぐらい離してですね、2ミリちょっと、まあ、1.6 ミリという話もありますが、2ミリぐらい離してこういう感じで、枠をつけていきます。で、こうですね。こういう感じですね。そうすると、トリムをかけて、まあ、こんな感じで作っていきます。で、昔はですね、結構PC のリソースが限られていたので、あんまりこういう作り方はどうなのかっていう時代もあったんですけど、まあ今はそんな気にすることもないと思うので、割とこうスチールらしく、SD らしくこういうふうに作っても問題ないんじゃないかなっていうふうに思います。で、枠をちょっとこの辺ですね、10ミリぐらい、この仕上げから10ミリぐらい飲み込みたいなと思いますので、ここでですね、こう線引いて、ここで10ミリぐらいで切っちゃいたいと思います。で、そこで、ここでですね、ブレークですね、要素スライス使って、この2つに線を分けといて、あとトリムします。で、トリミングしまして、で、これとこれ、これとこれみたいな、こういう感じで、変更。こんな感じで作りましたと。はい。で、このビューで、このビューでですね、表示グラフィック見て、ちょっとまた、この自動スケッチ寸法を出してみましょう。こんな風になってます。こんな風になってですね。で、この2ミリっていうのは自動的にやってくれてるので、まあ、ここをわざわざロックしなきゃいけない、しなくてもいいんです。これちょっと違うとこから出てますよね、と。こういう時は選んでドラッグするんですよ。選んでドラッグして、こう選択してですね、ここ10ミリにしてくださいと、こういきます。そうすると、これで10ミリで、この仕上げの線から10ミリ飲み込むっていうところでロックできます。で、こっちですね、こっち側のなんかこう21ミリってこう出てるんですけど、21ミリって2ミリってやってるんですけど、これどっかですね、ロックされてないんです。多分こいつがロックされてないですね。ロックってやると、ここ消えますね。で、またこれをドラッグして、仕上げの線から10ミリで固定してくださいっていうふうにすると、こんな枠で、結構きちっとロックした状態で出来上がります。
なんかまあ、だいぶいい線やってくれるんだけど、微妙に違うみたいなところがあるので、こうやってですね、自動スケッチ寸法とはうまく付き合っていただきたいと思います。そうすると、これで、くるっと回すと枠が出来上がったっていうことになります。こういう枠が出来上がります。で、まあ、このようなですね、自動スケッチ寸法をうまく使うと、あんまり寸法だらけにせずに済むので、自動スケッチ寸法とは本当にですね、仲良くしてあげるとすごくいいと思います。本当にうまいことやってくれるんですけど、ちょっと間違えるんですよ。ちょいっと間違えちゃうんで、うまく使ってください。はい。それからですね、まずフォームのですね、ちょっとインスタンスパラメーターっていう、まあ、ここにフォームのインスタンスパラメーターってあるんです。ここのちょっと話をしたいんですけれども、これフォームを選択しますと、こちらにいろいろ出てきます。まずやらなきゃいけないことは、マテリアルですね。マテリアルを関連付けましょうと。マテリアルをですね、ここに名前なんだっていいんですけれども、マテリアル、枠とかなんか、そんな名前。認識しやすく、枠ってこういう名前にしてあります。これ多分タイプでいいですね。こんな感じにします。それから、サブカテゴリーを指定します。サブカテゴリーはフレームマリオンというシステムのものがあるので、ちょっとフレームマリオンはシステムのフレームマリオンを作成します。まあ、この2つですね。で、パラメータを見ると、マテリアル枠っていうのはカテゴリー別になってます。で、カテゴリー別なので、もちろんここで直接指定しても構いません。それと、他にもう一つやり方としては、管理のオブジェクトスタイルですね。あ、これ、すいません。ファイル変えたの削除してませんでした。削除しちゃいましょう。このフレームマリオンのここに設定しとくっていう手があります。マテリアル、もうカテゴリー別って言って、サブカテゴリー別っていうふうにするので、こういうふうにしていた方が、ファミリーの中で、じゃない、プロジェクトの中で一斉に変更するとかですね、プロジェクトの中で、まあ、枠の、材質を一斉に変更するとか、まあ、枠はいろいろあるかもしれませんけど、ガラスなんかがあったらですね、ガラスの色合いいっぺんに変えるとかあると思いますから、基本的にはカテゴリー別を選んどくのが、まあ、無難であろうとは思います。でサブカテゴリーを使うのか使わないのかっていうようなそういう話が次出てくるんですけれども、どんな時にサブカテゴリーを使うんですかっていうことは、まずプロジェクトに入った時ですね、プロジェクトに入った時に表示非表示を設定したいと、まあ、例えば枠だけ非表示なんてことがあるのかどうかっていうのはあるんですけども、枠だけ非表示とかガラスだけ非表示とかそういうことがあればサブカテゴリーを設定すると。それと線の太さとかパターンとか色ですね、これを、まあ、この投影断面線の色パターン、これをですね変更したい。この例えば枠は2ドットの線出したいけど額縁は1でいいとかね、そういってこう表現上ですねちょっと線の太さ変えたいなっていう時は必ずカテゴリーをサブカテゴリーを切る必要があります。あとマテリアルもですね、マテリアルも変更したいですね。例えば、木枠の額縁をつけますと。SD に対して木額縁をつけますよって言ったときは、もうこれはカテゴリー分けざるを得ないですね。分けた方がいいと思います。はい。で、それでですね、このサブカ、作ったサブカテゴリーが、プロジェクトにローザしたときに、プロジェクト上にもうすでにある場合ですね。まあ、フレームマリオなんて絶対あるんですけれども、すでにある場合はプロジェクトの設定の方が優先されます。ですからファミリーにいくら設定したとしてもプロジェクトの方が優先です。でない場合はサブカテゴリーがプロジェクトに作成されまして、それはファミリーの設定の通りに作られるということになるわけですね。で、まあ、こういったフォームの設定ということが大事になってきます。次にですね、やっとかないといけないこととして、これなんですね。表示設定。これ、ここやって、この表示設定っていうのがあって、こっちもあるんですね。これも同じです。これ何なのよ、ということになるんですね。これ、よくわかんないですよね。とてもよくわかんないです。そもそも、カテゴリーが許可する場合って、これちょっとですね、実は、訳が間違ってるんですよ。伝統的にこれなんですけども、これ、英語版のヘルプ見ればわかるんですけども、平面図、天井伏せ図で切り取り時に切断面を表示っていうのが正しい訳です。切断面を表示するかどうかっ
ていう、そういうやつなんですね。デビットって原則ですね、切り取れるカテゴリーって結構決まっちゃってるんですよ。このプロジェクトの方で皆さんもお気づきだと思うんですけども、オブジェクトスタイルを見たときに、この断面のとこ結構グレーが多いんですよね。切断面が表示できないカテゴリーって案外多いんです。半分以上はそうなんですよ。むしろ切断面が見れる方が珍しいいうぐらいなんですね。でドアはちゃんとですね、切断面を見えるっていうことになっているんですね。このドアがですね、切断面表示可能っていうことになってるんですけれども、そういうカテゴリーのことをあれなんですよ、これですね、それをさっきのこれで言ってたわけなんですよ。こちらカテゴリーが許可する場合、そのこれ表示されて、カテゴリーが許可しない場合はこれどうなんだっていうとですね、カテゴリー許可しないときはそもそもこれが表示、これがグレーになって使えませんので、そもそもこんなこと書いてて意味がないんですけれども、これは断面の表示するかどうか、これ見えがかりの時に表示するかどうか、これ2つ決められるってことですね。ちょっとこちらで見ていただきたいんですけども、こちらに平面図の方にチェックが入り、こっちチェックオフになってます。で、これイメージとしてすいません、ドアがこう配置されたときにですね、この辺で切って下を見る場合と、この辺で切って下を見る場合。でこれが投影っていうのはこっちのことなんですけど、ここで切ってプラス2300で切っちゃうと、平面図で必ず見せろっていうから、この枠が10ミリ出てるんですけど、それが見えてるんですよ。10ミリ、ちょっとこう10ミリ出てるでしょ。ここの部分が見えてますっていうことです。でこちら平面図天井部分切り取り時、切り取りすんなってこと書いてるから、切断されたら何にも表示されないっていうことなんですね。で逆ですね、逆に今度はこっちにオンすると、見えがかりの時は表示されないと。でも切断されたら表示される。でこっちですね、これ両方オンにしましたと、まあこういうことなんですよ。まあ両方オフにするとどっちも見えないっていうことになるんですけれども、開口部だけは見えるので、両方オフにするとこれとこれの組み合わせっていうことになりますね。なんかあんまりこんなのあってもしょうがないんじゃないかっていう気になるんですけれども、こういう振る舞いをしてくれるというものだということをよく見てですね、どれを選択するかってことを考えてください。でこれはフォームごとに決定されます。もしこういうふうにですね、この上の額縁と横の方立てを別々のフォームで作りましたっていうと、これ一個一個に対してこれをしないですね。で、どういうふうに見せたいか、平面図でどういうふうに見せたいのかっていうことですよ。これは慎重に選択してください。多分この辺がいいんじゃないかなと思うんですけれども、それはこっちがいいのか、こっちがいいのか、よく考えてフォームに対して設定してください。まあ額縁だったらこれでしょうねと。だけど額縁、こういう枠じゃなくってパネルだったらどうかとかですね。いろいろあると思うので、場合によって使い分けてください。次にですね、前後左右のチェックって、これは何だと。そもそもなぜ断面、立面って言わないのかっていうことなんですけれども、そうだ、その前に、これ今平面図の話なので、天井部説ですね。天井部説ちょっと注意が必要なんですよ。これ、注意が本当に必要で、何をするかっていうと、ここの天井部説っていうとを開いて、この基準レベルっていうの、これを見てください。この時に何も見えない。これは何でなのかっていうと、この基準レベルのこのビュー範囲が2300に設定されているから。このままプロジェクトにロードしちゃうと結構変なことになるんですよ。これ2300のままプロジェクト、ファミリーエディター何も表示されてないという状態でプロジェクトに表示されると、なんだか変なものが出てくるんです。1200で切った時も。2300で切ったときはおかしくないんですよ。でも1200で切ったときも、この時の状態をなんとか維持しようって頑張っちゃうもんだから、こんなことになっちゃうんですね。だから、ファミリーエディターの方で必ずこれをですね、普通1200ぐらいだよねとか1500ぐらいだよねっていう、一般的に使う天井部せずの状態にしておいてからファミリーをプロジェクトにロードしてください。これでちゃんと、お前はこういうふうに表示するんだぞってこう覚えさせるんですね。ちゃんとこういうふうに表示しろよってこう覚えさせておいて、ロードするとプロジェクトでも
ちゃんと表示してくれるということになるので、これ注意してください。それから表示設定ですね。前後左右ってどういうことかっていうと、このビューキューブ見れば分かるんですよ。前にカメラがあったとき、後ろにカメラがあったときは、このフレームは表示するのかしないのか。これ90度反転してるかもしれませんからね。ビューが右から見たときと左から見たときは、何を表示して何を表示しないのかっていうことです。で、平面図のように切断時だけ表示するっていう丁寧な設定はないので、額縁10ミリ出てたら、右から見たらいつまで経ってもこう10ミリ表示されてます。まあ、あんまり気にならないだろうということで、これやってないんだろうと思うんですけれども、まあ、ぜひそういう機能も作ってもらいたいなと思いますけれども、平面図のように切断時だけ、見えがかりの時だけっていう設定はありませんので、ここはご注意ください。はい。それからですね、三正面の使い方なんですけれども、これ原点の決定によく使いますね。これは挿入起点。挿入起点どこなのっていうと、ここに基準点設定ってありますよね。これも選ぶと、水平選ぶと、ここ基準点設定っていうのが出てくるんですね。だからここなんですよ、結局。この2つの三正面の交差しているところが原点です。原点じゃない、挿入起点です。ここがプロジェクトにドアが挿入されると、ここが座標として取得するということができるようになります。で、右左とか、これはですね、ちょっと次回説明させていただきます。はい、その他の注意事項ですね、ここでですね、ここまで来れば、枠のファミリーはほぼほぼ完成ということになります。ちょっとですね、出来合いがあるので、見ていただきたいと思うんですけれども、これご覧いただきたいと思うんですけど、プレビューがおかしい場合ってありますよねと。なんかちゃんとこう見えてほしいんだけど、プレビューがおかしいよねっていう、こういう時です。これの直し方。出来上がったら、ちゃんと保存しなきゃいけないんですけれども、保存の方法といたしまして、まずプレビューっていうビューをしっかり作った方がいいと思います。で、ここでですね、どういうふうなビューにするのかこう考えます。で、そして、こちらの、壁はいらないよねっていうことがあれば、壁をですね、ちょっと非表示にしてください。これは一時的な非表示でも、この現在のビューの状態が保存されるので、一時的に非表示ってやってもいいんですけれども、まあ、カテゴリーごと非表示にしていただいても構わないかと思います。なんせプレビュー用です。こういう感じですね。で、ここでファイルから名前をつけて保存で、ファミリーってやります。上書き保存だと意味がないので、で、ここです。これ、オプション。ここにあるんです。どれにします？プレビューを使います。ここにチェック入れます。ビューシートが最新でなければ再生成。チェック入れます。で、OK して保存ってやります。そうすると、ちゃんとプレビューが生成されます。おかしいなと思ったらですね、保存のやり方を見直してみてください。それでプレビューを作ることができます。それから、この部屋計算ポイントっていうのがあります。部屋計算ポイントって、何っていうことなんですけど、今ここにひょろひょろっと見えてるこれです。ファミリーのパラメーターに部屋計算ポイントっていうのがありますが、これオンにしたりオフにしたりできます。これ普通はですね、オフになってるんですよ。で、オフになってると、このようにですね、隠れたところ、こんなすごい低いところで、これ要するにこの先っぽで部屋を検出するんです。ここにある部屋が、このドアの、よくこれありますよね、プロジェクトで、部屋から部屋へってやつ。この部屋から部屋へっていうのが、これの、ここで検出するんです。だから、これ少しですね、表示をこう少しこう上にこう上げておいた方が間違いないと思うんですよね。なんかこちらの方で、なんか認識しないよねっていうのが時々あると思うんですけれども、これはちゃんとこれオンにして再ロードするとしっかりと認識しますので、ぜひこれオンにしてもらいたいと思いますね。これは横から見て、だいたいもうちょっとこの辺で見てほしいよねっていうところに置いとけばいいんです。で、これでプロジェクトにロードすれば必ずですね、ちゃんと表示します。で、いろいろできましたら、必ずいつも使っているテンプレートにファミリーをロードして、いろんなビューで表示を確認してください。はい。で、最後にですね、最後のセクションは、ボイドと開口処理というところなんですけど、まずボイドですね。ボイド作成のコツっていうのがありまして、ちょっとですね、ちょっと複雑なボイドを作ってみたいと思うんですね。複雑なボイドってなんだって大したことはないんですけれども、この小枠みたいなタイプ。こういう靴売り開いちゃった。失礼いたしました。枠 B。
これが出来上がりのイメージですね。出来上がりとしてはこういうふうにボイドを入れて、こんなふうにこう複こんなふうに切り欠きたいんですね。こういう切り欠きを行いたい。しかしながら、ちょっと開口前の方でやってみたいと思うんですけど、いきなりボイドを作るということもできなくはないんです。これ今 3D で見るとこんな状態になってます。何も穴が開いてない。枠だけちょろっと見えてるっていう状態なんですけども、これでいきなりボイドを作成するっていう方があるんですけど、あんまりおすすめできません。これの、賢いというか上手なやり方としましては、まず一旦普通にソリッドを作成します。こんな風に。まず一旦ですね、ソリッドを作成します。まあこれシールシロはどうしたとかなんか細かいことは聞かないでくださいね。シールシロはちょっと後でまたやりますけども、これクリックして、ちゃんとロックしましょう。で、ロックしていきます。きちっと。で、このようにソリッドを作成した上で、高さもですね、ソリッドを作成すれば、これで、まあ、見つけやすいので、これでまた断面を見まして、右から見て、この高さもきっちり調整していきます。ボイドっていうのはですね、とにかく選択がしにくいんですよ。ボイドってどこに行ったのか分かんなくなることが結構多いので、これでちょっと 3D を見ますと。2つやらなきゃいけないんですけど、ちょっと今、時間がないので、1つだけやりますけど。ソリッド作ったら、これ別に後からでもボイドにすることができるので、一回ですね、ソリッドを作って、正しい形状か、正しい開口幅かとかいうのを決めてください。そして、ボイドに選択して、ボイドに変更した後に、この切り取り、これを使って、この壁でをこのボイドを使って切り取りますっていうふうに穴を開けてやるんですね。これでボイドに対して、これを切り欠けっていうことを教えて込んでやる必要があるんです。ボイドは作った直後は自分が何だかよく分かんないんですよ。だからちゃんとこれを切り抜けよっていうふうに教えてあげる必要があるんですね。でそれでこういうふうになるんです。なぜいきなりボイドにしちゃいけないのかっていうことを今ソリッドから変換してやりましたけども、じゃあいきなりボイドにしちゃ何なんじゃいけないのっていうことなんですけども、作ることはできるんですけど、先ほども申し上げたようにですね、ボイドは最初ですね、自分が何を切り欠くかよく分かってません。自分は何をしたらいいかっていうのがあんまりよく分かってないんですね。で、じゃあこれボイドをこう作って、ボイドをいきなり作りました。高さちょっと調整は後回しにしておきますけども、これでボイドを作って 3D で見ると、このようにですね、常に作ったフォームを切り欠いちゃうんですよ。最初は壁が空いてると思ってないんですよ。で、この作ったボイドが仲間と思ってるから、もうそれを切り欠こうってこうしちゃうんですね。壁のボイドを作るときっていうのは、こういうふうに壁のボイドにしてほしかったのに、なんかやってほしくないものをやっちゃうっていう、こういう状態が起きます。まあ、これは切り取りでジオメトリ結合解除ってやって、これとこれの結合解除ってこういうふうにやっといて、それで改めて壁を君は切り欠くんだよ、いいねっていうふうに教えてあげるんですけれども、めんどくさいですよね。でこんな単純な形ならまだいいですけど、複雑になってくると大変何をどう切り取るか分かんなくなっちゃうので、いきなりボイドを作るということはやめた方がいいと思います。もうソリッドで作って後で切り替えるっていうふうにしてください。はい。であと開口処理の話ですね。開口処理、ここにご存知ですかね、こう仕上げが入った時にこう回り込んでくるっていう、こういう機能がありますよね。これはどうやって制御するかっていうことなんですけれども、これの制御の方法は、プロジェクトですね。これの制御の方をちょっと説明したいと思います。ここに、こういう仕上げが入った壁があるとして、ここにドアを配置します。で、枠をですね、ちょっと小枠のような枠をこういうふうにポンと置くと、こういう状態になります。これなんでこういうことになったかっていうと、壁のタイプ編集で、ここにですね、開口処理っていうのがあって、壁のレイヤーの回り込みを、内部側のやつを回り込ましてねと。で、これで、外部側のを回り込ましてねってやると、こっち、外部から回ってきます。で、ここ、こういうふうに切り替えてるから、カックってこんなになっちゃうんですね。で、両方で回してねっていうと、両方から回ってくる。で、やりたいことはですね、ここの境目をコントロールしたいです。
この境目はどうやってコントロールするのかということになります。で、特にまあこれなんか内部だけ回ってくればいいような工学ですけども、これちょっとここまで持ってきてほしいですよね。これ実はコントロール可能です。どうやるかというと、ファミリーをこう開きまして、参照面を選択し、参照面のプロパティの中に開口処理っていうのがあるんですよ。これにチェック入れます。ここまで回ってきてねっていうところにチェック入れるんです。この状態でプロジェクトにロードします。で、こうやると、ここまで来るんです。こんなふうにですね、開口処理にチェックを入れると、この回り込みをコントロールできるので、ぜひ試してみていただければと思いますね。開口部って、他にもですね、機能としては、ホスト別っていうのがありまして、ホスト別って何っていうと、この壁のタイプパラメータの方にも、開口部どうするみたいなのが乗っかってるんですよね。あんまり壁の方でやっちゃうと、壁タイプごとに処理が違うって、あんまないと思うので、あんまりこれよりも、もうちゃんとこのファミリーの方で、プロジェクトにロードしてから決めてもいいけど、やっぱりファミリーのこのタイプで開口処理ってとこがありますから、ここでですね、ホスト別なのか、もうこれは内部の方から持ってきてほしいとか、こんなところをですね、ちゃんと決めた上でプロジェクトにロードすると。そうすると、いろいろ手間が省けるんじゃないかなと思います。はい。今日は、開口と、開口およびですね、フォームについて話してまいりました。次回はですね、これが、こんな枠だけでは、ドアではありませんので、ここにパネルとですね、ハンドルと靴ずりを挿入しまして、ネストしまして、それをきれいに切り替えていくっていう状態のファミリーに仕立て上げていきたいと思います。はい、今日はどうもありがとうございました。